気持ちやな。愛情があるかないかですわ。そんなものは。止めて。もうやめて。ガスもったいない。なんで？キャンプギアに愛情ないんちゃうかな。ああ。愛がなかったら火もつかないでしょ。愛の火もね。ちょっと何言ってるか分かんない。行きますよ。ほら。うまい。俺がキャンプギアに対する愛があるかないかの証ですわ。あ、そうです。ジャンボババディアです。ババディアです。来ましたね。あ、またまた。ほんまや。むつや崎、懐かしいな。みんな大好きむつや崎懐かしいな。3時間経ってる。でも俺12時やねん。No. 9時インできるから、うん、アーリーはな。まあ、それでも8時半ぐらいに来たらもう10台ぐらいになるんだ。早いな、みんな早い。ほんと何時に来てんだよ。6時ちゃう。あ、5分経ったわ。あ、できよう。お昼食べよう。昼ご飯食べましょう。じゃ簡単パスタ。パスタな。ワンパンパスタじゃ。でも簡単パスタやから。うん、うん、しかもあの湯切りが必要ないっていうな。ええの。うん、すごない。スープパスタ。いやー、スープパスタとは書いてなかったけどな。ええー。マジか、うん。お箸ある。あるある。
サイズなんで。もうええでしょ。あれ、俺、え、それ何？地面師。地面師。地盤師？地盤師。これ地盤師？完成や。完成やで。超うまそうやねんけど。食べていい？食べ食べ。いただきまーす。どう？うん。うん。うん。これぞキャンプ飯って感じ。うまいけど。うまい。あ、これええわ、美味しいわ。もうええでしょ。ハマってもてないやんか、地面師。もうええでしょ。もうええでしょ、言いたくなる。おお、何回もして猫舌やね、極度の。うまっ。なんかめっちゃうまいやろ。これうまいな。これええわ、お手軽やし。これうまっ。なあ、パスタで3分のパスタやったら2分茹でて、うん、で調味料入れてコンソメキューブ1個と、うん、ツナ、うん、でレタス、うん、でそこからさらに1分、うん、煮込んでみたいな。で塩コショウ。これが良かったんかな。これ美味しいわ。何これ、びっくりした。これも美味しいけど、まあ多分美味しいんやろな、普通でも。これすごいな。くせたね、一口目くだ。お前、美味しいもんあったもん。うわーって、波ザッパー。ザッパー来た。琵琶湖の波がザッパー来た。これは、うん、コンソメとペッパーが絡み合って絶妙な塩気、うん、で、胡椒のピリッとする感じで、このツナ感、レタスのシャキシャキ、うんうん、食感、すべてがもう絶妙。もうええでしょ。あ、お前でしょ。うるさかった。食べさせてくれよ。せやな、それは分かるわ。分かってくれた、うん、うまいもん。ごちそうさまでした。新鮮やで、ずっと冷やされてたから。お疲れ様です。うん、うん、うます。久しぶりやな。そうやろ、うん、昔よう言ってたけど、なんか忘れてたわ、うん、自分がやってきたこと忘れてる。最後で美味しいな、やったっけ。アロイ。アロイアロイめっちゃ言っとったやん。アロイアロイもな、うん、一時そのタイの YouTuber が好きやったやん、うん、タイ在住のな、うん、ちびりも見てないもん。あ、1ミリもちびりも見てない。まあ、昔はタイの YouTube しか見てなかったけど、うん、ほんま見てない。確かに今はもうずーっと年齢です、うん、そうやな。極太ダイナマイトばっかり見てる。もし極太ダイナマイトがキャンプしてたらそれ見ろ。見てないよな。都市伝説やからよかったよ。頭がいいからさ、めっちゃ。やっぱ自分に持ってないもん持ってる人って魅力的やね。やっぱなんか惹かれるよな、めっちゃな。そう、全員に惹かれなあかんやん、俺。あ、惹かれる。え、いや、そっちじゃなくて、何も持ってないから。そんなことないやろ。何も持ち得てないから。
んなことないでしょ。唯一さ、うん、持ってるとしたらさ、もうあれっすよ、有り余る言えんのかい声出さへんのかい有り余ってへんやないか絞り出したわ一つも聞こえへんやん。聞こえなかった、うん、心の魂の叫び聞こえなかった耳を澄ませば聞こえてくる。うまいな刺身。美味しいよな刺身も。美味しいわ。あ、ついにやります。あのさんも、はい、これ一本歩けますか。あー美味しかった刺身。キャンプで刺身食えるとは。ピッカラ食べようや。ピッカラ。あ、ピッカラですねいいっすね、いいっすね、いいっすね。え、今ピッカラ食べて大丈夫？うん、これ懐かしい。ピッカラ、皆さんこれちょっと懐かしくないですか？どうです、なんか味がな、なスパイス、なんか4種類ぐらいあって、へー、俺もスーパーで見てさ、うわ懐かしい。まあ、この豆がめっちゃうまいね。うん、めっちゃ頼んだ。お豆さんにこれ買っていいですか言うて、だから買っていいけどお前死ぬ気で働けやって言われてどんなやつやねん。120円ぐらいで言われてどんなやつやねんじゃあ開けますね。うん、あの豆全部私にちょうだいな。もう豆全部食べん豆は頼むわ。どんな味なんやろうな。カレー無双スパイス味やって。うま塩スパイスが癖になる。あ、うまい。うまいわ。ピリッとしろ、ちょっとピッカラだけに。うまいわ。ちょっとさ、これビールのおつまみやな。うん、あれ、あの、なに、なに、あのスパイスの味に似てる。うん、ピッカラ、うまマキシマム。どことなくカッパエビセンが出すんだ。全然共感してない。言って言って、ちょうだいちょうだいいや美味しい。これ1個だけしか買ってない。1個 でも初めて見たかも俺スーパーでピッカラ。うん、うまいわ。うん、ピッカラビール最高っすわ。止まらんな。もうこれやばい、やばいなこれ。いや思ってんけどさ、うん、どうした？起こしてくれてありがたかったんけどさ、うん、おでんしようじゃなくてさ、おでんできたでの方が優しくない？ちょっと優しさが足りひんかったな。すまん。うるさ。それはすまん。ほんまやな、必死なとったわ。あ、おでんに。おでんに。おでんおでんって。おでんおでんなってた。すごい、ちくわも入ってんの。できたで、ほんで温めただけやけど。早いな、やっぱり。いただきましょうよ。いただこう。一番取り合いになるやつもらっていいです。うん、いいよ。一個しか入ってないから。あ、いいよ。巾着やろ。取り合いにならんからな。食べんやん、俺。巾着。一
ただきます。いただきます。うわ、熱っ。絶対うまいやん、これ。これあれ熱っ出したやつ。そうです。うわ、やっぱ美味しい。いや、まだ極度の猫舌やからもういいでしょうが。やった。もういいでしょう。あ、もういいでしょうか。うん。今日何十回夫婦した？何百回？うまい。うん、うまい。でもやっぱからしいるんじゃない？うん、いる。持ってきてよかったわ。からし。じゃあ皆さんお付き合い様です。2回目、本日2回目の。うん、お付き合い様です。お付き合い様です。これちょっと見えてないけど、うん、ちょっとなんか赤く染まってんねんな、うん、染まり出してるよな、今赤く、うん、染まり出しとる。エモすぎんくない琵琶湖って。エモいよ。めっちゃ近いのにさ。エモいよ。どっちが好き？うまっ。ん？何と？から富士山か琵琶湖か。いや難しいな、それ。難しいよな。難しいよな。ちゃうもんな、言うても、うん、山なんか。富士はでも圧巻やで、やっぱり、うん、あのデカさ見たらな、すげえなって思うけど、うわー、個人的な好みとしては限界出しますよ、じゃあ。はい、やっぱ琵琶湖かな、俺は。あ、琵琶湖派。うん、やっぱり琵琶湖。短いもんね。ママさんは富士山。迷え迷え何の迷いもなしに答えたな、今な。うん、だってさ、富士山ってなかなか行かれへんから、やっぱり。でも関西の水がめっすよ。やばなっちゃうし。パパさん昔からな、滋賀は好きやんか。いや、そんなことないな。ちょっと何言ってるの。俺がいつ滋賀好きって言った？よ、一人で行ってたやんか、滋賀に。記憶にございません。でもそのぐらいからさ、お小遣い制度じゃなくなったよ。せーろーってなったよな。そっからもう10年以上経つけど、せーろーのままじゃない。なんでお小遣いなくなったの？ま、頑張ってきたからよ。頑張ってきた結果お小遣いゼロになった。うん、頑張れば頑張るほどお小遣いってゼロになりますから。分からん。うまい、ハムも。うまい、うん、ハムは美味しいよな、うん、ちょっと最近さ、ハマってるスパイスあるやん。ハンタースパイス。めっちゃ使う。これかけたらどうなんねやろ。生ハム合うと思うねんけど。いや、絶対うまい。ちょっとやってみよう。やってみようか。いきますわ、うん、ハンターマヨ。食べてみ。あ、うまい。やっぱり、うん、絶対合うと思ってんな。これマヨネーズじゃないな、もう。うん、タルタルソース。うん、タルタルソースやん。うまい。あ、うま。あ、うまいな。あと毎回それで消してない。消してないもんね。大丈夫？そうだよ、まんま。ありがとうございます。Okay.
ちゃあったかいな、これガチであったかいな。こういうそれ伊藤さんで買ったやつはこういうの、ね、ちょっと混ざってんねやんか、ずしっとしとんな。あのガスカで買ったやつと混ざってる。あったけいい季節やな、ほんまに。もうキャンプの季節になってきたな、にわかやけど。いい季節だったな、ほんまに。あー、いい季節。キャンプに行ってるの季節よ。でも、眠たいんや。何時？こっち出半。寝ますか。明日も早いしな。そう。何時？明日4時。え？何？明日4時起き。4時。4時真っ暗やろ、お前。そうやな。4時半、5時。5時やな。5時。5時。寝ますか。寝よう。あ、顔も洗いたいし。じゃあ、最後に。キャンペイ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 。うまっ。パック10円寝る？寝ますか。うん、寝よう。寝ましょう。よし。このソファあかんわ、起きられへん。起きられへん、うん、居心地良すぎて。そう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 、だからよ。でもそのまま寝たら風邪ひいちゃうからな。あ、うん。ちゃんと寝袋入って寝ましょう。ある種の人をダメにするソファやで。はい、じゃあおやすみなさい。タープが、うん、すごいね、結構がすごいな、うん、あの頃は、あの頃は何もなくて、うん、最近さ、うん、キャンプでさ、うん、朝飯作ってなくない？作ってないな。作ってないよな、マジで。いつもカステラかバームクーヘンか。そうやんな。うん。なんでやろな。頑張ってきたかよ。頑張ってへんがな。
わー、すごいこれ。こわー。まあでもカステラと合うんじゃない、うん、うん、でもやっぱそれでも美味しいよ、こんだけの中入ってたら。久しぶりになんか気持ちいい、気持ちいいなと思う。お腹減りすぎて。こんなにあのおつまみ足りひんことなかったよな。なかった、今の感じで、うん、いつもお腹いっぱいやったな、うん、余るぐらいやのにな。そう、やっぱあれ寒くなると食べなくなるやろな、エネルギー。うん、夏はさ、なんか喉乾いてるからそれだけで酒進むやん。うん、寒だったらやっぱりおつまみないと厳しいものがある。いつでも進むけどね、酒は。もう好きなもの、酒、女、ギャンブル。最悪な男やな。そんなやつ最近見たことない。今日はね、ほんまにちょっと何が、うん、立ってない。昨日は風が出だした。これが無風の状態。